航空爆料長階級省、略称航空爆料長は、防衛省航空爆料幹部の長、航空自衛官の最高位である。日本語略称は、空爆長。外国空軍の空軍参謀総長に相当し、防衛大臣の指揮監督のもと、航空自衛隊の任務及び隊員の服務を監督し、それらに関する最高の専門的助言者として、大臣を補佐する。 航空自衛隊の人事、教育訓練、防衛力整備、広報補給などを司るフォースプロバイダーとして、平時の部隊を管理し、有事の際には、フォースユーザーの統合幕僚長に、航空自衛隊の部隊を提供する役目を担っている。防衛省に設置される、特別の機関の一つである防衛会議の構成員で、政令指定職7号の役職である。階級は空将であるが、 通常の空将が空軍中将に相当するのに対し、航空幕僚長は、統合幕僚長と同じ特別の階級章が定められているため、空軍大将相当である。特別の階級章とは、通常の空将の階級章は、桜星が3つであるのに対し、統合幕僚長及び、航空幕僚長たる空将は、桜星が4つとなっている。自衛隊において、 旧軍や諸外国軍の対象に相当する処遇を受けるのは、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長の4人だけである。空将たる航空自衛官は60歳をもって定年退官となるが、航空幕僚長たる空将の定年は62歳となっている。空将の定年を超えて、航空幕僚長の職位にある航空自衛官が、 航空爆料庁の職務を辞任したり、解任された場合はその時点で定年に達したものと、みなされ、自動的に定年退官となる。ありがとうございます。